はい、始まりました。しゅうちゃんオートです、オートレースメモリアル2日目ということでですね、今日もですね、5レースから最終レースまでやっていきたいと思います。なかなかね、後ろが届かない、そんな感じがね、昨日しました。果たして今日もですね、まあ結構走路温度がね、上がってはきてはいますけど、そこまで熱走路ではない。果たしてどういう結果になるのか、最後までお楽しみください。よろしくお願いいたします。最初の5レースですね。ここは昨日ね、素晴らしい2号でして、山脇さん、そこが注目。さあ、いけ。さあ、大島さんが金子大輔を先行けるか。やっぱり金子大輔に行かれるか。おお、内を張っていった。そうなってくると金子大輔結構これ辛いぞ。長谷さんもスタートこれ残していくと長谷さんの頭もある。いや、今日金子大輔のさばきが早い。ああ、今日はいいわ。先頭は飛ばす1番山脇、2番手は3番長谷が上がってきていまして、3番手以降大混戦。さあ、そこからだ。金子大輔いけるか。今日は斉藤翔の内からは8番金子大輔と7番、いや、長谷さんが抜けちゃうな。これ伸ばしてきました。8番金子が中盤戦では現在さあ、あとは追っていくだけだ。3番手の遠藤の内を捉えようとしています。青島さんもくっついて、先頭は1番山脇隆、2番手3番長谷春久、先頭2番手。さあ、長谷さんに追いつくか。の感覚で、あとは8番の金子大輔が3番手、あと3周見えてきまして、7番の青島さきも今日は2着ぐらいまでは来るだろう。金子大輔頑張れ。さあ、大島さんも頑張れ。今日も逃げている1番の山脇、2番手3番の長谷が猛追して、3番手8番金子大輔、この後の伸びはどうか。8番の金子、7番青島、4番手です。終盤戦に入って、長谷さんいい逃げしてんな。1番山脇が届くのか。3番長谷は追走がどうやらいっぱいの様子で、8番金子大輔3番手の展開が続いている。7番青島正樹が4番手です。逃げ込み体勢、1番山脇。さあ、あと1周で金子大輔はこれいけるかな。どうなんだろう。3番長谷2番手踏みとどまりながら、8番金子大輔にさあ先着入っていくまではないのか。最終コーナー、1番の山脇先頭、2番手3番長谷、3番手が8番金子大輔、内を狙って覗きかけるが、先頭は1番山脇さんに着残ったわ。6レースですね、こう市ヶ井有武藤選手ね、これスタートでトップスタートいけるんじゃないでしょうか。あと加賀と真弥ちゃん、どんなレースをするのか。さあ、いけ。さあ、武藤選手スタートいって、外からかましていく山田選手、残せないか。田辺さんがスタートいったよ。4番田辺が2番手発進となりそうで、1番山田徹が、さあどうだ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 、外からかまされるか。石井大輔が中段を5番手。さあ、加賀いけ、加賀いけ、加賀伸びていけ。ムーちゃん残せ、ムーちゃん残せ、ムーちゃんの耐えろ、ムーちゃん耐えろ。まやちゃん、まやちゃん、逃げ主導権は3番武藤、2番手まやちゃん大きくやらされ、やらかる、やらー、もう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 、そこそこ頑張って頑張って頑張って。いや、田辺さん、捉えていきまして、田辺さんだよ。石大輔じゃないんだよ。うわ、石大輔スタートいけんかったか。コース5番石大輔、2番手集団に加わってくる5番の石大輔です。
さあこうなるとむちゃむちゃやり返すことできねえかな、難しいかな。その後ろに5番石井大輔が山田徹、加賀が伸びないよ、加賀がまた最終班追いはどうか。後ろには8番のさあ前ちゃんどこまで来れる、7番加賀谷武明、5、6番手交錯状態、ズドンといけるか、ズドンといけるか、ズドンといけねえか。中段どころようやくまず1社切り抜けようとしていますが、石井大輔、いやでもこれ田辺さんの頭は硬そうだな、これ4番田辺から3番、いや田辺さんいったか、3番手5番の石井大輔、その後8番、いや石井大輔選手ここで3着目か、3着目だ。加賀谷も僅差で続いてきますが、前ちゃん頑張れ、加賀も頑張れ、独走に入って最終反省頑張って頑張って、5番石井大輔、さあ前ちゃんうちに入れない、さあ加賀かましてけ、かましてけ、ブルーフラッグを通過しました。さらに7番加賀谷のまくりは佐藤前が止めながら回ってきて、これ田辺さんスタートいった分やっぱり早いわ。4番田辺が先頭で2番手は3番武藤か、そして5番石井大輔、いや前ちゃんも4着精一杯、加賀5着やばい、4番田辺もここが制して降臨。さあ7レースですね、ここは篠厚選手がね昨日ねあのいいスタートから、まあ、結構前線したんですけどね、まあ、最終的にはね、まあ、4着に敗れてしまいました。だけどここのメンバーだったらまず頭でしょう。さあ久方さんが言った、久方さんスタート切れてんな、昨日も結構切れてたんですよね。さあ行った、久方さんの内を救って、さあこの混戦になったらもうこれはどうだ、篠原さん行け、落ちさんが行った、4番落ちが石本の速攻戦を束の間にさせて主導権取りです。4番落ちの主導権に代わって2番石本圭也2番手、さあ篠原選手3番の内に入ってほしいな、浜崎が外、さらに外から5番木山優希、インコース8番篠原、よし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 、いや落ちさんが早い、落ちさんが早い、中盤戦に入って4番落ちが先頭です。2番手3番田中将暉、その後2番石本圭也、3番手踏みとどまりますが、8番篠原が3コーナーで3番手浮上で、あと5番木山と6番、さあこれはまさきがどうだ、後ろが取れないぞ、久方さんが止めちゃってる、4番オチが先頭、2番手三者審査、3番田中将暉追撃、8番篠原、さあ篠原さんここで行かないと中盤戦のオチさんは届かないぞ、篠原チどうか、残り2周回、いや結構きついんじゃないか、これオチさんの逃げが早いわ、さあ4番オチを射程に捉えた3番田中将暁、いや後ろ届かないんか、足色です、8番篠原がこの両者の後ろで3番手の展開続けています。さあ切り返して中入るか、単独5番木山優希、あ入れない、1周回ブルーフラッグを通過しました、オチが先頭、3番田中将暁追撃も、さあ2コーナー少々滑らせている、8番篠原が3番手、体勢、いや追い切れずだわ、最終コーナー4番オチ先頭、3番田中将暁2番手、3番手8番篠原、木山優希、いやオチさんスタートからの見事、4番オチの打ち下降臨、さあ8レースですね、ここ前残りじゃないかなというふうに思ってます。中野選手どうか、ここスタートねしっかりいって、松井さんより先行ってほしいけど、どうかな、最低
10戦内から2番中野正則、タイミングいやーやっぱ松井選手伸びるなぁ、チェンジ入れてから、まずは10戦スタート先行していきました。4番福永隆と後ろ5番林弘明、 20m2 人は枠番通り、その後7番の佐々木、さあ1回引いたぞ、これで中野選手いけるか、6番手と上昇して6番の山本正幸が最高峰です。前は1番佐伯匠の引っ張り、今日も終盤まで持たせることができるか、1番佐伯の逃げ、2番手3番松井大和、中野さん、そして差をつけにかかった2人、車出てる、頑張って、10m 松井と中野攻防戦、2番手争いは熾烈になっていますが、中段をこじ開けるように8番松尾浩文が4番手と上がっていきました。中段戦に入るところでは1番佐伯のリードは2車身ほどあります。2番手3番松井大和、そして2番中野正則、1車身半の間隔で先頭から3番手はつながっていまして、そこへ8番松尾浩文が加わってきて、さらにこの進路をたどるように5番林弘明です。さあ佐伯匠の懐を捉えた3番松井大和、先頭に勝って終わった。あと3番手に8番松尾浩文です。昨日の2位とは違う、松尾が1番佐伯の懐を覗いてくる。残り2周半、松井が抜けて2番手松尾浩文、1番佐伯が3番手に下がりました。その後2番の中野正則の体勢、中野さんやっぱスタートいけなきゃダメか、少々前とは遠い位置です。終盤戦は3番松井と8番松尾の一騎打ちムードですが、圭さんどうした、打ち覚えている8番松尾浩文、強行突破で先頭に変わって、圭さんは後ろだ、3番手は佐伯のインコース、2番の中野正則が上がってくるか、中野さんがようやくここで3着目、松尾先頭、松井が2番手、3番手は中野正則、そこへ5番林弘明が追い上げの体勢で、佐々木圭はこの圏内ですが届きそうにありません。いや後ろが届いた、先頭8番松尾浩文、2番手3番松尾大和、ダメだな、違うな、松尾浩文に通り、さあ9レースですね、ここは2番の広瀬選手、あとは雅人、2番8番この2車で勝負、まずは相馬さんより先に行っちゃう、広瀬さんスタート頼むよ、あとは雅人スタート、ここも大事、さあ2発決まれ、さあチェンジで相馬広瀬行け、雅人も行け、かましてけ、乗り弾も早いわ、3番福村が突っ張って真ん中中央突破から雅人外からかましてけ、行け、5番中野のリストが3番手の混戦を打ち切った間に8番中村の追い上げが急です。先頭2番の広瀬、2番手1番相馬康夫、相馬さんもいいね、両者2車身の圏内、その後8番中村雅人が単独の3番手です。混戦を断ち切った、さあ後ろ大学中村雅人がやり返すか、相馬さん射程に捉える周回は中盤戦の森山中、いや雅人でも早いわ、2番広瀬が先頭ですが、そこでもうピガシ中入っちゃうか、狙っている8番中村雅人差し込んで2番手に上がる、あと4番手に5番の中村人です。3コーナー4コーナーを回るところではこれじゃあ広瀬さん人たまりもねえべ、十分に広瀬を肉薄、残り3周切りました、先頭は2番、さあ乗りだがどうだ、どこまで来れる、内からやり返そうと1番の相馬、そして8番中村雅人、1番の相馬の反撃をいなして8番の中村雅人が先頭へと抜け出していきました。あと5番中野典彦が4番手の展開を続けながら前を追いかけていきますが、相馬さんがちょっと離れたな、先頭を抜けていく8番中村雅人、2番手は2番の広瀬、1番の相馬が3番手、相馬さんもちょっと力尽きたか、中野典彦が4番手であと7番鈴木清、もう一回いけるかワンちゃん、少しずつ前に追いついてきているが、7番鈴木清はブルーフラッグではまだ5番手の展開、先頭8番の中村が抜けて2番手はゼロ半両者、広瀬と相馬の接近戦が終始続きまして、その後番の中野の一等体制、最終コーナー8番中村雅人、2番手広瀬、相馬3番手、雅人おめでとう、
さあ10レースですね。ここはもう周平しっかり、もうここはもう頭間違いない、もうあとはどうやって勝つか、その強さだけ。さあスタートしっかり行け、キベさん行ったスタート。先手打って8番青山周平は5番中田圭一郎、さらには7番谷津圭二、この両者を叩いていきそうで、2コーナーから3コーナー、しかしさらに2台突破、6番田中聡と4番栗原俊介、まとめて料理で、あとは3番落合潤、早くも 20m の5人の攻略が。2周回目、木部の逃げを新井宏樹捕まえて主導権を奪いましたが、8番青山周平が早い攻め、3番手一旦躊躇ですが、余裕十分に2番手と上がりました。3番落合潤、4番手、あと4番栗原俊介、6番の田中聡が現在6番手展開で、後方7番谷津圭一と5番の中田圭一郎です。さあ仕掛けどころ逃さずに、8番青山周平、新井宏樹の懐を突破していきました。あと3番落合潤が3番手から猛追、最近落合さんスタート早くなったな。田中聡が巻き返しの最中ですが、現在は中段どころ、今日は引き離す。いやこれ打ち入んのか。8番青山周平、2番手2番新井宏樹、うわ入ってったよ。3番落合、3番手から2番手に上がった3番落合潤、4番栗原俊介が中段の内を立ち回り、やられた。これは4番手の攻防戦、7番の谷津圭一もこの争いに加わってくるが、独走になった。今日は追い上げの競争から間髪入れず、やられたわ。速攻戦8番青山、2番手3番落合、その後2番新井宏樹が3番手で、栗原田中、後ろ誰も来れんわ。攻防戦膠着状態が続く。ブルーフラッグを通過しました。青山先頭独走だ。2番手3番落合、いや落合さん変わったな、この間から。内4番栗原、6番の田中聡、アシロアニアリーイーブンか。スタート枠なりにいけるようになってんだ。2番手3番落合、3番手新井、いや失敗した。周平おめでとう。青山周平降臨。さあ11レース鈴木圭一郎登場ということでですね、ここもですね、先ほど周平が勝った、ここも圭一郎負けてらんない。さあしっかりね、スタートから強さを見せてくれ。スタートしました。10戦最内、2番の小林周期好スタート、4番鈴木一馬が乗っていく流れ、20戦はかまして、さあ外からかましてくれ。鈴木圭一郎が前に出ました。前は筒井健太の逃げを2番小林勇気が捕まえていって、小林勇気が来た。3番手が山浦博之、鈴木一馬の外まくって攻めて、8番鈴木圭一郎、現在4番手で2周回目に入りました。5番山浦もスピードよく2番小林勇気をさあ追い詰めていきますが、2番小林勇気先頭キープ、5番山浦2番手の位置、しかしその後ろに8番鈴木圭一郎は控えて、スタート行かないと思った選手が山浦を突破していきました。残り4周切って2番の小林周期の主導権、山浦さん来ちゃったよ。小林周期、外8番の鈴木健一郎が揺さぶって外につけて、小林周期をまくりの攻撃で仕留めるのか。しかし切り返しの体勢から小林周期の内を捉えました。8番鈴木健一郎先頭に変わって残り3周、5番の山浦、いやダメだ、山浦あれだ、松山さんも全然ダメだ。4番手になり、1番の筒井健太は下がって、4番鈴木一馬、そして後方2人、7番松山茂康と3番和田健吾、今日は一番後ろになってしまっています。山浦さんは蹴ったよ。独走体制に入った8番鈴木健一郎、焦点は2番手争いになりそうで、小林勇気と山浦博之、両者の差伸び比べになっているが、小林勇気と山浦博之ほぼ五分の状態。そして6番岩品センタも2番手争いに顔をのぞかせてくる。残り1周回ブルーフラッグ、鈴木圭一郎独走で、2番手は山浦がかました、まくって単独上がったが、6番岩品も2番小林勇気の内を捉えて、勇気もやられる。上がってきた先頭8番鈴木圭一郎独走、2番手山浦、3番手は岩品、圭一郎おめでとう。鈴木圭一郎降臨。
押し、一番時計で一番人気です。さあ最終12レースですね。ここは5番の牧瀬選手と、あとはタフ君、5番8番コロニシャで勝負でございます。さあ牧瀬選手、ここトップスタートできる可能性も十分ありますよ。そうなってくると早めに最低スタートしました。1番根本の坂好スタート、10メートル3台7。さあ牧瀬さんいった。5番牧瀬良樹がかぶせるようにして前に来ましたが、タックも早いわこれは。タックも早いわ。これはつらい。7番浦田慎介が川口を捕まえて、2番立松俊が最後方です。さあ牧瀬選手がとりあえず1回先頭に立てるか。これ5番牧瀬良樹が追いかけていきまして、さあ入ってった。コーナーでは前輪を内に向けて、5番牧瀬が先頭に変わりました。しかしその外から8番、すごいタックの外からかましてもう早いわ。一写真後ろに来まして、一気に抜き去って8番の有吉達也先頭。早すぎ。残り4周で8番の有吉、2番手5番牧瀬が下がり、その後1番、そこで浦田選手もやっぱり来たわ。浦田慎介が仕掛けの体勢で単独の3番手と上がってきました。いやーこれ一番人気になっちゃうな。牧瀬さん頑張って。5番牧瀬、そして7番浦田慎介です。残り3周切って、タックン絶好調かな。これ昨日もねスタート切ってってね、まあ、周平をねなかなか最後ねちょい差しいけるかなと思ったけど、ちょっといけなかったけど、やっぱね車の調子なんか一番良さそうな感じがするな今。牧瀬2番手、追い詰めていく7番浦田慎介、少々滑らせて、この後ろに浦田さん頼むよ、俺川口君勝ってないんだよ。3番手は浦田と川口の完全なる一騎打ちムードですが、頼むよ。浦田のインコースに川口が入ってきて逆転に成功だ。しかしやり返す7番浦田慎介、やり返し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 、頼むよやり返してくれよ。しかし先頭独走8番有吉、牧瀬2番手、浦田慎介後ろ3番手、有吉おめでとう。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。いや波乱のレースもあれば固いレースもあってですね、なかなか難しいこの飯塚走路でございます。しかしね、タックンやっぱね一番いいと思いますね。周平も確かに圭一郎も強いかなと思うけど、なんか安定性をすごく感じる。うん、今回ねちょっと目玉かなと思ってます。明日、3日目やってまいります。で皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして本日も皆様お疲れ様でございました。最後にお願いです。チャンネル登録並びに高評価ボタンと鈴ボタンプッシュ、そしてチャリロとの新規入会よろしくお願いいたします。